名鉄デニ2000系電車は名古屋鉄道が1953年に導入した荷物輸送用の電車である。デニ2000型は荷物電車代用として運用されていたも3250系の主要機器を流用し荷物電車として専用設計された車体を申請したもので1形式1両のみが在籍した。太平洋戦争前後の名鉄において 却下構造工造,造りの車両は複数存在したものの荷物輸送専用車両はデニ2000型が唯一の存在であり1969年まで運用されたデニ2000系の種車となったモ3250系画像はアイデンで破3090として落成した当時の状態を示すモ3250型は名鉄の前身事業者の一つである 愛知電気鉄道が1926年12月に導入した全構成車で、波3090系3090の後ろ身である。で波3090型は、愛電発の半構成車電7型と同時期に導入され、電7型とは主要機器の仕様などが共通するものの、構え体を床部など一部を除いて全て普通構成とした試作車である。また、 デハ3090型は製造元の日本車両製造本店が試作したものをアイデンへ無償提供した車両とされ、その経緯や導入時期からアイデン及び後年の名鉄車内においてお歳暮電車と呼称されていたと伝わる。アイデンと名機鉄道との合併による現名鉄発足後、デハ3090型はもう3250計3251と、 形式、記号番号を改めた。当初は、電7型と同じく旅客運用に供されたが、戦中戦後の混乱期を経て、全構成化前体の老朽化が進行したため、1948年に旅客車から家電代用車に転用された。これは、同年5月の西武線の河川電圧1500、ボルト消圧に伴う、 東西直通運転開始を契機として急増したて、小荷物輸送需要に対応する目的も含まれていた。この際、車体塗装を従来のダークグリーン一色塗装から、灰紫色、またはダークブルーなどと形容される青色系の一色塗装に改めている。その後1953年に至り、老朽化が著しかったも3251を本格的な手、 小荷物輸送専用車両として再生することとなり、同年11月に名古屋車両工業にて家電として専用設計された車体を大枠より申請して乗せ替え、同時に形式、記号番号をデニ 2000K2001 と改めた。当時、名鉄においては電動車の記号をもとしていたが、デニ2000型は電気機関車各形式と同じくデッドされ、 また、名鉄における2000系の形式は本来制御車用の番台区分であり、さらに当時在籍した制御車区2000型とも重複するもので、デニ2000型は名鉄の形式、記号番号付与基準から逸脱した遺憾形式であった。なお、不要となったも3251当時の旧車体は廃棄されたが、大枠のみが輸送機工業へ譲渡され、その見返りとして、 輸送機工業が申請して名鉄へ納入した車両が3 8 0 0千八2 8 3 6であるとされる。大枠より申請された全長 16810mm、全幅 2740mm の反抗性車体を備える。前後つま面は大枠裾部から屋根部にかけてかまぼこ形と形容される完全な切り妻形状となっており、 屋根部は単一の曲線で構成される単純な構造となるなど、もう3251当時の原型とは全く異なる仕様となっている。前後つま面に運転台を備える両運転台仕様で、非貫通構造の各つま面には2枚の横長形状の前面窓を配置し、窓の上下部には補強体が設置されている。この外観上の特徴から、 日本国有鉄道保有の事業用車の位置、形式であるクモル23型50番台との類似性が指摘されるが、クモル23,050が全面窓周囲に深い高計画を設けているのに、対してデニ2001の全面窓はつまめんとつらい地に設置されている。全商灯は露出型ながら屋根状ではなく全面膜板中央部に設置され、左右の腰板下部に、 標識等を設置する。側面には乗務員扉のほか両階構造の大型荷物用扉を2箇所設け、その他一段上昇構造の側窓を計4枚設置。側面窓配置は D1B11B1D である。なお、側面にはつま面とは異なり、ウィンドウシルのみを設置し、ウィンドウヘッダーは省略されている。 荷物室の最大積載容量は59.48立方メートル、荷重上限は9トンである。荷物室には座席を設けず、下半式の丸椅子を常備する。車体塗装はも3251末期の青色系塗装を踏襲せず、当時の名鉄保有の旅客用車両における標準塗装であったダークグリーン一色塗装とされている。 もう百五十一当時の機器をそのまま流用しており、電空単位スイッチ式関節非自動制御、ウェスティングハウスエレクトリック w h 五百五十六 j 六主限動機、歯車比三点零四五、ボールドウィーン十四から二十七 a 台車、アム自動空気ブレーキなどの仕様に変化はない。ただし、デニ2001は他社との並結運用を行わないことから、 前面には連結機及び、制動管のみを設置し、総括制御用のジャンパ線は省略されている。導入後は、主に名古屋本線に出て、小荷物輸送運用に充当された。その後、従来型 HL 制御車の3700系列への更新進捗に伴って、デニ2001は、ボールドウィーン84から 27A 台車及び、 WH-556J6、主電動機を供出し、もう11 1100K1101 の廃車発生品である、ブリル36位、e、台車及び、三菱電機メガバイト -98A 種、電動機に換装された。さらに1966年には、ブリル36位、e、台車を 3700KA、92703へ転用することとなり、 電気機関車でキ 800K801 の廃車発生品であるブリル 27MCB-1 台車に再乾燥された。同時期には主電動機も定格出力6 0ットの機種へ乾燥され、歯車比が従来の3.045から3.21に改められている。デニ2001を用いたて、小荷物輸送は 1969年7月6日のダイヤ改正をもって廃止された。用途を失ったデニ2001は、同年8月25日付で除籍され、名鉄における荷物専用電車は全廃となった。デニ2001の廃車後も、で、小荷物輸送そのものは、旅客用車両を用いて継続され、家電代用車両には主にも800系の、両運転台使用車が充当された。 1980年代に入ると、休日の運用には3400系、3900系のほか、冷房車の7300系といった、AL 車の4両編成も充当された。その後、1985年3月1日のダイヤ改正をもって、名鉄におけるて、小荷物輸送及び旅客用車両の家電運用は廃止となった。ありがとうございます。